どうも皆さん、こんにちは。XN 講師の丸明です。今日は5月7日木曜日。それでは今日の丸、始めていきます。それでは社会科学の具体的に法律を見ていきます。まあ、国家系なんかを中心によく出されているのが、国会ですね。それからあとは行政法とか法の下の平等、このあたりが出される傾向にあります。それから、専門もちょっと担当しているので言っておきますと、法学の基礎っていうようなところが他の地上とか、ちょっと概念的なところが出てきたりしてますので、専門、昨日お話しましたけど、専門の勉強のところだけでは対応できないっていうのもありますので、ここは満点取りに行く必要はないんですけど、やはり社会科学の法律なんかのところは専門にあまりちょっと関わらないところも出てきたりしますので、法学の基礎なんていうところは問題演習を繰り返しながらインプットをしておいてください。もちろん憲法とか民法行政法得意な人は十分その知識でいけると思いますが、法学の基礎っていうところだけはしっかり社会科学の問題集演習を通じて知識を入れてください。では明日は引き続き経済とか社会の方を見ていきたいと思います。では今日の丸は以上になります。どうも皆さん、ありがとうございました。